タビタビ州は、フィリピン南西部のスールー諸島にある州で、バンサモロジチ地域に属している。タビタビ州は、もともと、スールー州の一部であったが、分離してできた。面積は1087.4平方キロメートル、人口は39万715人、州都はパングリマス柄であるが、ボンガオが事実上行政の中心となっている。スール諸島の南側を占めており、最大の島は、 たびたび島、西に隣接して、空港のあるサンガサンガ島があり、最大の町であるボンガオのある、ボンガオ島はその南東に隣接している。北東には、スールー州があり、南西には、カリマンタン島で、マレーシア領のサバ州がある。カリマンタン島との間に私物島を挟み、南に、セレベス海、北に、スールー海を望む。スール海上のタビタビ州本土とパラワン島との、 間には、友人の島ガんン・たびたび島があり、この州に属している。島の中心集落は、マプニコール旧ガヤんでたびたびである。たびたび州は、パラワン州やスールー州などとともに、熱帯性マラリアの発生地域でもあり、感染に悩んでいる。タウスグ族、タウスグ語、フィリピンのイスラム教を参照。ありがとうございます。